こんにちは。今回は直方体の表面積を求める問題ですが、立体図形というよりはどちらかというと、この直方体の表面積を求めるために縦横高さについて数の整数もしくは和差算ですね、これを使って求めていく問題です。問題の内容を確認しておきますね。図のように箱に紐をかけます。紐は滑って辺に垂直になるようにかけています。この時このようなかけ方だったら84センチ、これは120センチ、これは92センチ必要でした。結びは考えないものとすると、この直方体の表面積、これは何平方センチメートルですか、こういう問題になっています。それでは今から問題を流しますので、問題を解く人はその時点で動画を止めて考えてみてください。では解いていきます。まずは図を見ながら条件をまとめていきましょう。直方体の縦横高さですね、ここが高さ、ここが横で、こっち方向ですね。これを縦とします。この図を見ながら縦横高さですね、それについて条件まとめていきますね。じゃあそれぞれの図を見て縦横高さについて調べていきますけれども、例えばこの図を見て裏側まで想像して縦がいくつ、横がいくつ、高さがいくつ、こういうふうに考える必要ないです。この図で見えている部分ですね、上の面が見えています。下の面も同じようになっていますし、手前の面と奥側ですね、前と後ろ一緒です。右側も左側も一緒なんで、この図で見えている部分ですね、これは全体の半分になっています。だから想像せずにこの図だけで言ってもらって構わないです。この図だったら縦が1本分ですね、横が1本分、高さが2本分ですね。1、1、2、これ足したものが84センチの半分で42センチになっています。この図でも同じように考えてもらったらいいですね。縦が1本ですね。横が2つ。高さ方向が3つですね。1、2、3。これが120センチの半分で60センチ。この図で言うと縦が1本、横が2本、高さが1本ですね。1、2、1。これが92センチの半分で46センチになります。あとは今調べたものを比べていきながら縦横高さを出していきます。例えばこれとこれ比べてあげると、ここも1、1、2に揃ってますよね。こことここの差、高さが3つ分と高さ1つ分の差、これが60センチと46センチの差で14センチです。ということは高さ2つ分が14センチだから、高さは7センチ。こういうふうにわかりますね。高さ7センチってわかったんだから、これとこれ消してあげると、42センチから7センチ2つ引いて、ここ28センチ。60センチから7センチ3つ引いてあげて、39センチ。じゃあこれとこれ比べましょう。28センチと39センチの差。これが横1個分と横2個分の差ですね。横1個分がこことここの差で11センチメートル。横が11センチメートルって分かったら、ここから11引いて縦ですね。これが17センチメートル。こういう風に分かります。この直方体の縦、ここが17センチ。高さが7センチ。横の長さが11センチ。こういう風に縦横高さ全部分かりましたね。あと最後表面式出していきます。まず前から見た部分、11×7 ですね。上の部分ですね。17×11。そして横から見た分、7×17。これ全部足します。これ全部足すと、383平方センチメートルになりますね。今出したのっていうのは全体の半分ですね。見えてる部分だけを出しました。見えていない部分ですね。これと同じだけあります。だから383。これの2倍。766平方センチメートル。こういう風に出すことができますね。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。